の聞きどころは？ゆかちゃんがお酒を手作りだって。しほりん、イグアナじゃないもの発見。そんなこんなで始まります。ということで始まりました。にまにまと、はいはい、ではゆかちゃん、さとみんに聞いてみたいこと。めんどくさいことある？毎日毎日の生活の中でもうやだっていう。私先に言ってもいい？もちろんで、もうは待ちきれない。ぜひ聞かせてください。あのね毎日マスクを洗うのがめんどくさくて、お家帰ってきたらそれ用って決めてる容器の中に熱いお湯をためて、とりあえずマスクをつけて、その間に化粧を落としたり着替えしたり明日の準備をしたりして、じゃあいっぱい行くかって思った瞬間にキッチンに行って、その使っているマスクを見て、まだこれがあったんだっていうのがね。洗うことの手間は、そんなに面倒じゃないんだけど、今までだったらここでという時にやらなきゃいけないのが面倒くさい。今までになかったことがちょっと増えると、ね、リズムも狂うし、すごいしんどいですよね。めんどくさい、めんどくさい。私がめんどくさいのは、うち洗濯機が脱水になると、よく途中でエラーでピッピッピッって止まるので、洗濯している間は油断できないというか、そうなったら中身をこう動かして洗濯機の番をするじゃないけど、脱水がうまく回るかなって、うまく回らなかったら、1回目はエラーなんですけど、2回目は問答無用で水が出てきて、水で鳴らそうとするんでしょうね、洗濯機が。 で、でもう1回脱水を始めるんですよ。また濡れちゃうじゃん。そうなんです、みたいな感じになる。水道代もかかっちゃうし、本当に洗濯機の重りがもうすごくしんどくって、冬服早く終わらないかなって。私この時期なんですけど、寒いのでお風呂掃除がちょっと億劫になっちゃうっていうのがありますね。お風呂場って寒いじゃないですか、だからちょっと行くまでがみたいな感じですかね。お風呂のさ、上がる時とかには掃除しない、私普通にその日はしなくて、次の日の朝とかお昼とかにやるタイプなので。お風呂は最初に使ってしまって、洗ってる間に流して、上がる前に洗って出ます。それいいですね。私じゃあそれにします。ありがとうございます、解決した、あと今かけとくだけで擦らなくていいやつもあるじゃない。あー確かに、そっか、わかりました。じゃあそれでやったー。あ、でもめんどくさ友達がいなくなった。あ解決したって喜んであげよう。はい、そうします。はい、では今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀銅。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。ドラマ大好き。はい、このコーナーは私が大好きなドラマについて思う存分話すコーナーです。はい、はい、今回は特別企画です。366回の時に現在放送中のうちの娘は彼氏ができない紹介しました。その時に予告してました、私の大好きな菅野美穂ちゃんのドラマ今度紹介するよということで、今日は3本紹介したいと思います。はい、じゃあまず菅野美穂ちゃんの略歴紹介したいと思います。1992年中学3年生の時にテレ朝のバラエティ番組でオーディションを受けて芸能界デビュー。1995年に朝ドラ柱んかで準主役に抜擢されて、その後イグアナの娘で初の連ドラ主演、愛をください、愛しき君へ、働きま、曲げられない女などなど数々の作品に主演しています。ドラマの番宣でバラエティに出演すると芸人さんより頑張るという素敵な一面も持っている女優さんです。愛称はかんちゃん。今日は親しみを込めて私もかんちゃんと呼びたいと思います。じゃあ私の好きなドラマ紹介する前に、2人は何が好き？松尾は
愛し君へ好きだったなと、曲げられない女あ好きだったなって思いました。曲げられない女は女性2人とあともう1人男性3人の友情物語もね、はい、うん、そう不器用に生きていく中でもなんか分かり合っていく、はい、よかったね、ね、よかったなって思います。あと私あの主演ではないんですけど、うん、シャーロックの2話に出てたのでなんかそれで印象が残ってるんでそれにしました。うーん、はい、ちょっと怖い感じだったんですけどね、悪女だよね、はい、あの普段のさにっこり笑ってるところからは想像もつかない、うんうんうん、あの怖さ、はい、ゾクゾクっとするよね。そうですね、うん、なるほどね。では私の好きなドラマ3ついきたいと思います。第3位、日本テレビで放送されてました、キーナ不可能犯罪捜査官、うん、2009年のドラマです。見てた？見てたと思います。でもいまいち覚えてはないんですけど、うん、見てた覚えはあります、うん、あらすじとしては類いまれな頭脳を持った女性捜査官ハルセ・キーナ、こちらをカンちゃんが演じてまして、女性ならではの観察眼とひらめきで常識では解明できない事件をスパッと解決する。で捜査官なんだけど全然刑事さんっぽくなくって、うん、服装もふわふわっとしたスカート履いてたりとか、うん、甘いものが好きでチョコレートを持ち歩いて食べてたりとか、切れ者なんだけどやっぱ刑事さんなんで時間とか合わなくて恋に関しては振られてばっかり、でも恋をしたいなっていう、好きなのが血液占い、それを信じて、うん、本当にもう女性じゃん OL じゃんみたいな感じのふわふわした感じが可愛かった、うんうん、で元恋人役がドランクドラゴンの塚地さんで、うん、あそうだ、その2人がもう一回くっつくのかくっつかないのか、うん、そうだ、うん、なんかその不可解な事件の方はすごい緊迫感もあったりするんだけど、そのギャップが、うんうん、あって楽しめました、うん、可愛かったよね。可愛かった、確かに可愛かったです。可愛いかんちゃん紹介しました。では第2位、こちらはテレ朝恋の奇跡、1999年放送、だいぶ古いね、うん、さとみんはいくつだったんだろう聞いちゃう聞かないこれはねさとみんにおすすめかも。このちょっと前にイグアナの娘とか、うん、それまでは清純でか弱くて可愛いイメージの役が多かったんだけど、初の悪女役にチャレンジしたもので、もうね自分の欲しいものを手に入れるためには財産、両親、初恋の人などを狙ったターゲットから奪っていく。手段は整形、経歴詐称、殺人手段を選ばないでも全然悪びれることもなくでそのターゲットとなるのがデブでブスな女性なんだけど、見た目が悪い人って何でもそう取るわよねみたいな、もう全然で、その役の時もモデルさんとか女優さんをやる役で天使の美貌を持つって言われてて、うんうんうん、そのターゲット以外にはもうすごい可愛らしい一面を見せてて、実は裏ではという二面性がねもう怖いっていうそこをもうバーンと吹き切った感じで演じてて、でターゲットとなる役を演じてたのが葉月リオナさん、120キロっていう設定ですごい特殊メイクで最初は出てくるんだけど、うん、それを頑張ってダイエットして綺麗になって2人が対峙するっていう、2人の対決も続々するよ、うん、では第1位発表したいと思います。1位はオークなあ、フジテレビの大人気シリーズ1作目、2003年放送のオークで主演を演じたのは天正院敦子、篤姫様、うん、これね時代物で女同士のドロドロを描いたドラマなんだけど、それだけじゃなくって中盤まではその将軍様をめぐる女の戦いとか、うん、嫁衆と問題それで楽しめたんだけど、最後まで見ると実は恋愛物、うんうん、しかも苦難を乗り越えた末に実る恋と大勢の民のために別れを選ぶ恋と2つ楽しめちゃうという、でカンちゃんが初恋の相手がいるんだけど、その思いを秘めて薩摩から出てきて江戸に来ていじめられて、それに耐え命を狙われながらも苦しんでいる奥女中たちは助けて救い、で最後は江戸と幕府を救うために恋を捨てて立ち上がる、
恋する時の可愛い可憐な姿と、新しい時代を作るために凛々しく動く、その2つがね見事に演じてて、見応え十分、はい、熱いドラマでしたもんね。なんかもうそのストーリーというかその世界観自体がもうすごかったから、うん、見応えは確かにありましたね、うん、ただ私そのカンちゃんが出てるシーズンを見たって感じですね。他はちょいちょいつまんで見たって感じでしたけど、うん、ねえ、うん、最後の最後にその初恋の人がね、うん、迎えに来てくれるのよ、うん、そうそう、でもね、うん、そこでね、うん、薩摩に味方しちゃうとね、うん、江戸はどうなる、ね、ドラマでしたね、うん、ドロドロな女性の部分と、うん、女同士で助け合う部分と、うん、そういうのも見れてこれはおすすめ、うんね、ということで紹介してきました。いろんな役を演じ分けてイグアナの娘からスタートして、でもまるでカメレオンのようだな、うん、なるほど、うん、変わった、うん、はい、ここまでにしたいと思います。以上ドラマ大好きのコーナーでした。銀くんです。しほりんショック、1年半も気づかなかった。まだまだ続くよ。松尾ゆかの何でもコーナー。このコーナーは松尾の好きなもの、ハマってるもの、娘のことなどなど自由気ままに話すコーナーです。はい、ん、1年半も気づかなかった。何しほりん、あのね、うん、ホットヨガに通ってるじゃない、うん、でいつも終わった後にメールが来るのね。今日は受講いただきありがとうございました、うん、アンケートに答えてくれるとポイントがつきますよとかっていうメールが来るんだけど、今までなんか最初の方だけ読んで、私アンケートめんどくさいからいいやと思ってたんだけど、この間最後の方まで見たらレッスン終わった後はみたいな注意事項みたいなのが出てきて、うん、レッスン終わった後はかなり栄養の吸収が良くなっているので、まあ、消化の良いものを食べましょうって、うん、アルコールとかそういうものはまあ1時間ぐらい空けてっていうのが書いてあって、読んでなかったから、うん、終わった瞬間に外出て、あー動いたからご飯食べようとか、うんうんうん、私は何をやってたんだっていう、はい、うん、なるほど。先生は何も言わないんですか。レッスンに来る前は1時間前までに食事は済ませておいてくださいっていうのは聞いてたんだけど、終わった後のことは聞いてなかったから、なるほど、まあ、お家に帰ってご飯食べるときはだいたい1時間ぐらいは経ってたからなんだけど、うんうん、そこから仕事に行くとか、うん、そういうときはよし食べるかとか言って食べちゃってたんで、私は何をやってたんだ、吸収しすぎてたって、うん、ショックだな、うん、以上です、はい、でもここで気づけたから取り返せますよね、全然余裕で、はい、ということで松尾ゆかの何でもコーナーはコーヒーリキュールを作ってみました、うん、まあきっかけなんですけど、柚子と、うん、あとシークワサーを知り合いからもらったんですね。すごくもいっぱいもらったんですけど、お風呂に柚子をね入れるにしろ何にしろいっぱいあるんで余っちゃうから、うん、何かしたいな、まあよくある柚子茶を作るのに蜂蜜を入れたり、うん、シークワーサーもどうやって使おうって酸っぱいしなと思って、うん、まあこれもいいや、蜂蜜に入れたらどうにかなるだろうみたいな感じで考えながらでももっと他になんかいろいろ活用方法があるかもと思って、うん、柚子やらシークワーサーやらの使い方みたいなのを見てたら、柚子酒だとか、うん、そういうお酒のコーナーが出てきた中に、うん、コーヒーリキュールって出てきたんですよね、うん、それがコーヒー豆と、うん、グラニュー糖とホワイトリカーアルコールを入れてつけておくっていうものなんですけど、うん、コーヒー豆がちょうどお家にあったんですよね。それも使ってないやつかね、うん、なので、あ、コーヒー豆あるじゃん、え、じゃあちょっと作ってみちゃう、リキュールなんてとかって、梅酒すらね作らないし特に何かどうこうするわけでもないんだけど、柚子とシークワーサーは切ったり、うん、あの種をちょっと出したりとかで、蜂蜜につけたけどとても面倒くさかったんですよね、はい、だからもうお酒を作るとかなんかにしてもまたあの面倒くさい作業をするのは嫌だっていうのもあったので、まあまあ柚子とかちょっと絞っとけばいいかぐらいな感覚になり、うん、あ、でもコーヒー豆なら今あるからこれならすぐ試せるんじゃないかっていうことで容器を買って、それもまたホワイトリカーが使う量がそれには900ミリって書いてあったんですけど、うん、その900ミリのサイズが見事に売っていて、うん、もうこれは作るしかないということで作ってみました、うん、簡単に材料を説明すると、コーヒー豆が 50g でグラニュー糖が 70g、 ホワイトリカーが 900ml で、好みに応じて甘いものが好きじゃない人は砂糖なしとか、うん、甘いものが好きな人は砂糖いっぱい入れてとか、うん、その辺は調整してねっていう風に書かれてたんですけど、
で大体つけてから1ヶ月ぐらいでまあまあ飲み頃になるかな、状況によって違うけどねみたいな感じのことが書かれていたんですけど、うん、でちょっと1ヶ月待とうかなとか思ったんですけど、でも作ってる途中段階で味見とかってしたくなるじゃないですか、完成形の前って気になりません、うん、ということで一緒に味わってくれるお友達はいないかなみたいなちなみに何日、これは15日、ちょうど半分です。はい、15日経ったものです。最初はコーヒーの色ももちろん出てないし、うん、コーヒー豆はポカポカ上に浮いていて、うん、まあ、砂糖は下に沈んでお酒と、うん、まあ、全部分離しているような状態だったんですけど、うん、やっぱり1週間だと3分の1ぐらいかな、ちょっと薄く茶色くなってきて、うん、下はまだ透明でっていうので、うん、さらに1週間経ったら全体が薄い茶色になってて、うん、豆はもう下に沈んでいたんですよね、うん、ただ元々のリキュールのアルコール度数が多分30何パーセントとか、結構それ自体のアルコールが高いので、割らないと何かで、そうそう、割らないとっていうことで、よく書いてあったのがミルクと割ってカルーアミルク風を楽しんだり、アイスクリームにかけて食べると美味しいみたいなことが書いてあったので、うんうん、今日はちょっと牛乳を持ってきました。カルーアミルクね、うん、なるほど懐かしいですよね、うん、あんまり私もカルーアミルク飲まないけど、これ書いて、うん、あ懐かしいって思いました、うん、じゃあまずはちょみっとだけね、原液を実はね、もう私も試したんですけど、あ試したの、試したっていうか来る前にちょっとやっぱり気になったので、さとみん苦手よね、ペロ、そうですね、ペロに、ペロ、はい、ペロに、あの指先につけてでもいいし、あでもこれぐらいで、いや、うん、あの本当に本当に気をつけて、本当ペロぐらいにしといて、うん、お茶の準備もしてた方がいいね、ね、さとみきついでしょ、ペロで正解だ、そう、まだちょっと浅いのか、うん、苦味が残っちゃいません、うん、すごい苦味が、甘さがあんまりなくって、苦味と苦味、うん、渋み、渋み、うん、そうそうなんですよ、あった豆もちょっとダークな感じの豆だったんですよね、なので、うん、渋くなっちゃったのかなと思ったんですけど、砂糖はそんな多めにはしなかった、それ通りに作りました、うん、なのでちょっとだけ入れて、これを牛乳で、牛乳で割ってみましょう。これが半分の段階だから柔らかさっていうのが出てきてないのかなとかって、うん、これ1ヶ月経つ前の今度20日目とか25日目で実験すると自分の好みの時が分かるよね、うんうん、はい、うん、そうですね、まあよかったらいただきます、いただきます、はい、ちょっと渋かったんで牛乳多めに入れたんで、どうだろう、牛乳味になってたら、あ苦味はある、苦味がありますよね、うんうんうん、だからまあまあかろうじてまあまあこの苦い感じがコーヒーかなっていう感じはするんですけど、まあ、とにかく初めて作ってみたので、うん、まあ研究をしつつ、うん、ハマったら作ってみようかなっていう感じなんですけど、ただ意外とその900ミリって意外と量があるんだなと、アルコール度数が強いからそんなにガバガバかけないじゃないですか、うん、だからと消費している間に、うーん、次はどうするっていう感じです。あ、しんどかったらさとみやめてね、うん、これぐらいにしときます、はい、私普通の牛乳より好きかも。あ、本当ですか、うん、じゃあ飲みやすくなるといいですね、うん、もうちょっと砂糖が多くても、うん、苦味と甘みがあって美味しいかなって、はい、だからもうそうなったら後入れで自分でシロップを入れたらいいかなっていう、うん、あったかい牛乳に、うん、あったかくしてもいいでしょうし、うん、コーヒーシロップみたいなのを、うん、入れて飲んでもいいでしょうし、うんうん、私は好き、本当ですか、飲み切ったもん、やった、うん、嬉しい、牛乳あんまり飲まないけど、はい、もう私もそうなんですよ、私も牛乳全然飲まないんですけど、うん、そうなんです、牛乳を飲んだ方がいいかなって思うときにそうすればいいのかなとかそう、あまりにもね、あちょっとカルシウム足りないかもしれないっていう、うん、なんかそういう時がやっぱりあるんですよね、多分体が求めてるんでしょうね、うん、だから飲みたくない牛乳を飲んでみようかなって思う時とかが時々あるので、うんうんうん、そういう時に入れればいいやとか、うん、はい、私は好き、お、やった、苦いの好きだから、うん、コーヒーもブラックだから、そっかそっか、嬉、うんうん、しい、うん、だからまた次来た時に甘くなってるかなってないか、味が変わってるかをまた試してもらえればななんて、それ面白い、うん、このワンコーナーじゃなくても、うん、そうそう、ちょっとした20日目はこうだったよみたいなね、やろうやろう、はい、じゃあそのようにお知らせして、うん、はい、あでも次やるときはもう30日以上経っちゃってるんで、ね、ちゃうんで、だから次やるときには1ヶ月半ぐらい経ったお味になるってことですよね、うんうんうん、試そう、だから試そう、うん、じゃあ次回もお楽しみにしようかな、うんうん、あでもなんかこういうお付き合いしてくれる人がいるとテンション上がりますね、なんか試してみたくなる、どん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 、うん、ということで今日はコーヒーリキュール作ってみました、次回もお楽しみに、はい、松尾由香の何でもコーナーでした。あっという間のエンディング。Thank you.
エンディングです。若干ほっぺが熱を持ってる気がするのは私ももう熱が結構ごめんさとみ、大丈夫です大丈夫です、私は心地いい、本当大丈夫、パワパワしてないですかさすが30、確か38かなんかそれぐらいあったんですよね、白くて透明なんで、うん、そんなにアルコール度数ってないのかなというか、うん、それによくお店に売ってるような梅酒とかもそこまでアルコール度数は高くないんで、つ、うん、けてるうちにもしかしたらアルコールは抜けていくものなのかもしれないって勝手に思ってたんですけど、ちょみと試した時にこれはあやばいかもしれないってあちょっと刺激がやばいかもとあの量に牛乳がもっと多くてもいいのかね、もっと多くて、うん、ただ味が薄くなっちゃうかなっていう感じはするので、その辺は好みでかな、うん、ちょっと上機嫌かじゃあこの調子ではい、では番組からの告知、金ちゃん銀くんどんちゃんお願いします。金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルグッズをプレゼント、もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。はい、ありがとうございます。あの余るようなことがあったらいただきます。あ、本当ですか、うん、よければお持ち帰りになりなと、本当、うん、あ、じゃあお持ち帰りください。今寒いから出かける前にちょこっとだけ、うんうんうん、酔っ払わない程度に飲んで出かけると、うん、寒くなくていいかも。確かになるほど、うん、いろんな使い道がありますね、うん、はい、ありがとうございます。ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。